はい、それでまあどこで買うかと思うんですけど、まあまあ店でね買おうと思ったんですけど、まあ直接行ってね、でもね、まあ、めんどくさくなってきまして、まあ、行ったから何かできるわけじゃないし、思想ってだって吹いたことないのにそんな思想しても上がりゃしないわけだし、ということでまあネットでもいい注文しようかなとか思ってたりしますね。お店でね。ただね、ネット見てるとね、やっぱ行き着くとかね、ヤフオクとかも見ちゃうと結構いいの出てるんですよ。出てる時があって、なんかまあそっちの方が安いし、落札したくなっちゃう時がありますね。まあでもさすがにね、30万40万のちょっとヤフオクで買うっていうのはまあ勇気はいるんだけど、でも、うん、当たりはあるだろうねと思って、この間も、うん、セルマーのシリーズ3、まあ古いやつだと思うけど30万でね、まあ、落札できそうだったんだけど、入札すればブラッシュドサテン。で、説明にはなんかまあちょっとぶっきらぼうな説明だからまあ大丈夫かなと思ったんだけど、まあ、買ってから数回しか吹いてませんみたいな、まあ、嘘かもしれないですけど、それが本当だったらほとんど新品で、新品のシリーズ3のブラッシュドサテンが30万ってめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。まあ、だからそういうのもねあるんでね、まあ、あと他にもねシリーズ3売ります。で、大久保の有名なリペアマンに、うん、ずっと頼んでた、毎回調整してもらってたみたいな書いてあるんですよ。それはちゃんとすごい説明が長々と書いてあったんだけど、でも見たらね、新規なんですよ。新規評価がないの、それ怖いな怖いな。でもちゃんと書いてあるし、相当ちゃんと書いてあるから、まあ、多分ね、まあ、9割方大丈夫なんで、まあ、落札した人はねすごいなと思うんだけど、逆に、まあ、その新規の人はしばらくほったらかしにされてて、誰も落札しないからみんな様子見してたと思うんだけど、自分もちょっと様子見して、もう本当買っちゃおうかなとか一瞬思ったんだけど、でも即決が35万だったから、即決でね買われてしまったわけなんだけど、そう逃すとね、逃した瞬間にしまったなと思う。店で買うよりね、10万とか15万とか安く買えるわけだから、もっと安く買える場合もあるしって言って、オークションもまあ結構熱いかなとか思ってるんだけど、まあただやっぱりまあね、危険っていうかリスクもまああることはある。そこは見極めができれば全然いいと思うんですけど、まあ、ある程度ヤフオクとか慣れてないと、ち
ダメかもしれないけど、まあ評価見たりね、すればいいと思うんだけど。というわけで、まあ、ヤフオクとかも、まあ、見ちゃってますね。まあでも、店は店でポイントとかつくんで、うん。ポイントとかつくし、まあ、ほぼ、100%、頼んだ商品が届くので、ヤフオクみたいに不安にはなることはないと。ヤフオクは、やっぱ不安になるでしょ。多少は、どんだけ評価が高い人でも、ね、個人だったらね、ヤフオクでもね、店だったらね、店舗っていうか、まあ店とかの取引が何万もあって、そういうの専門で売ってる店とかあったらいいけど、個人取引だとやっぱりね、30万、40万取引がまあ不安になるでしょう。正直。まあ、それだったら、まあ、お店でね、の方がまあ、安心はできるけど、でも、そのヤフオクは、まあ、掘り出しもあるから、それはそれで面白いかなとは思ってるから、まあ、まだ決めかねてるんですけど、いや、まあ、でも、いいのが出たら、まあ、入札しちゃうんでね、本当に。この間も、一応、ブラッシュドサテンとか入札したけど、まあ、ダメだったわけだけど。ダメっていうか、30万超えたから、って思って、悩んでるうちに終わっちゃったわけだけど。まあ、ちょっと、でも YouTuber ならね、やっぱりヤフオクとかで、買った方がこう、ネタにはなるかなとは思ってるんですけど、まあでも現実問題、まあ店で買った方が一応調整はされてるしね。調整されてるのが来るわけで。まあ調整とか、あと、担保だっけ、まあ、そういうのも、それなりに、状態がいいやつが、しかまあ売ってないわけだから。まあ、お店って、まあ、今言ってる店っていうのは、まあ、管楽器専門店のことね。多分その辺の、総合楽器屋とかは、買わないかな。高いから。あんま値引きされてない。新品でも。管楽器専門店だと、まあ、ヤマハとか、柳沢でも結構値引きされて売ってるんで。まあ、いろいろ考えてるけど、ちょっと、これ悩み中ですね。ヤフオクとか見てるのが面白いと。